この動画はダフりに悩んでいる方向けの動画になっています。練習場ではうまく打てるのに、ゴルフ場行くと芝をえぐってしまって、グリーン前飛んでいかないとか、コース行くとなかなかうまくアイアンが打てないという方向けの動画になっていますので、最後まで見ていただくと、ゴルフ場でもすぐにしっかり打てるようになる練習方法が分かりますので、ぜひ最後までご覧ください。ダフりはどのようなことが起きているのかについて説明をしていきます。まずボールに当たる瞬間なんですけれども、このクラブアイアンの刃がボールの一番下に当たる、少しずれてもいいんですけれども、ちゃんとボールのところに返ってくるとナイスショットして飛んでいきます。ところがこの刃が下側に返ってきてしまう、ボールよりも下、高さがずれて低いところに戻ってくるとダフ打ってしまいます。で、高いところに返ってくるとトップといって、ゴロゴロゴロだったり低い球で飛んでいってしまいます。このようなことが起きているんですけれども、なぜ練習場ではうまく打てるかというと、練習場のマットだとですね、ここで低いところに返ってきちゃっても跳ね返ってうまくボールに当たるのでうまく飛んでいくんですけれども、ゴルフ場だとここで下に来た時に芝をグッとえぐってしまってボールの下に入っていってしまうので、うまくボールとフェース面が当たらないので、で綺麗に飛んでいかないということが起きてきます。なのでアイアンは高さがずれているとうまくいかないよということです。逆に言うと、この高さを合わせるのがうまくなればコースでもかなり安定してボールを捉えられるようになりますから、それをぜひ覚えてほしいと思います。で、練習方法は2つありますので、その2つを実践してください。まず1つ目はティーアップして練習をします。で、ティーは少し高めにしてあげてください。ドライバーを打つような、ドライバーを打てるぐらいの高いティーで練習をしていきます。で、なぜ高いティーがいいかというと、ティーが高いのでそこにうまく合わせられないので、ちょっと下に入ってしまうとゴムに当たってしまう、ティーに当たってしまうので全然飛びません。下を抜けるような感じになってしまいますので、きれいにボールヘッドがちゃんと返ってきているかどうかを、自分で確認することができます。非常に、やってみると難しいですけれども、ぜひ練習してもらうと非常に効果があります。ちょっと打っていきたいと思いますので、ちょっとミスショットしてみたいと思います。ボールの下に当たった状態をやってみます。まず構えはこのボールのところにフェースを構えたので、クラブを少し、浮かして構えるような感じにしてください。で、今ゴムをちょっと意識的に打ってみたんですけれども、分かりましたかね。今ある程度振ったんですけれども、70ヤードぐらいしか飛んでません。8番やでね、僕普段8番で160から170ぐらいなんですけれども、今70ヤードぐらいしか飛んでないんですね。これはボールよりも下のゴムに当たってしまったので全然飛ばなかったんですけれども、これがダフっているという状態ですね。これが、マットだと気づかずにうまく飛んでいってしまうんですけれども、ティーだとよく分かりますので、これで練習をしていきます。でもう一回いきたいと思います。ボールのところに合わせて構えて、ちゃんとボールのところに返ってこれるように意識をして打っていきます。今おおむねいい感じで打てました。少しだけちょっとね、ボールの下にゴムに当たったかなという感じがしましたね、音的にね。そういうふうに自分で音を聞いていると、あ、ちょっとダフってるなとか、トップしてるなとかいうのがよく分かりますので、このティーをに乗せて繰り返し練習をしてください。そしてボールのところに合わせられる、確実に合わせられるようになるまで練習をしてください。10球中で、5球くらいちゃんと当てられるなれば、まずかなり上達してますので、その練習をやってください。そして2つ目の練習です。もう1つの練習は、今度はマットからやるんですけれども、今度はね、意識的にマットの音がしないように打っていきます。いわゆる少し、ハーフトップしている状態というか、ボールのやや上側を打つ練習ですね。で、ゴルフ場では、自分が思っているよりもちょっと、上目に打てるようになると非常に安定して打てます。ついついですね、ナイスショットしたりとか、いい当たりを求めると強く叩きたくなってしまうんですけれども、そうすると芝を強くえぐってしまいますので、ちょっとね、ハーフトップ薄めに当てるという練習が非常に効果的です。で、ちょっとやってみたいと思います。ボールのところにセットして、いつも通り構えていただいて、ちょっと薄く当てていくつもりで、今まだ少しね、マットの音がしています。
もっとボールだけを打つような感じでいいです。今少しマットの音はしましたけれども、ボールだけ打っていくような感じですね。こういった感じでですね、ボールだけを打つような意識を持つと、だんだんとですね、マットを強く叩かなくても打てるようになってきます。そうするとですね、本番行ってダフりたくないなという時に、ちょっとね、ボールを地面を強く打たないで打つというコツが分かってきます。でこれある方にレッスンした時に、なかなか80台が出ないよと悩んでたんですけれども、ナイスショットは少ししなくていいので、トップ気味、ボールの上の方、ハーフトップで打つのを意識してちょっと2週間練習をしてくださいと言ったら、その次のラウンドですぐにベストスコアが出て84だかな、出たことがありましたけれども、まあそういうふうにですね、このダフらないようにトップする練習をしていくと、非常にアイアンショットが楽に打てるようになってきます。で実際にプロゴルファーは試合でもね、あんまり強く当ててなくて薄く当てるということはよくあります。で強く当てようとすると、実は左右に曲がったりというミスも出やすいですので、まずはナイスショットをだけじゃなくて、ちょっと薄い当たり、トップ気味でもいいんだよと思いながらプレーをしていただくと、非常にゴルフが楽になってきますので、ぜひアイアンのダフリーに悩んでいる方は、ティーを高くした練習とトップ気味に打つ練習、この2つを練習をしてください。このチャンネルでは、初心者から女性、そしてもっともっと上手くなりたい方に、できるだけ分かりやすくシンプルに上達する方法を紹介していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。この動画が参考になったよという方は、グッドボタン、高評価ボタンをよろしくお願いします。これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。